した後、やったマウントだ、これ簡単に結構無造作にやると絡まれるんで、こういう処理をなんとかせんと。だからちょっと控えようか、潰したよ、うん、まず1個目、こっからすぐ足を立てる、右手で床を押すことでね、右手浮かしてると立てないから、うん、これで立てちゃって、かかとを腰に当てれば何もできない。もしくは手をここに入れて指先まで入れてしまう、絡もうとしていい。これ絡みようがないよね。どういう使い分けするのって言われたら分かんない。なんか入るときじゃないとか、まあブリッジしそうな人とか足絡んできそうな人とかで変えるのかもしれない。でじゃあ結構強い ACB の時は、うん、でもやっぱりつまりか向こうに来るから離れがちなんだよね。離れたら別にいいかな。だから絶対これ当てとくことね。当てとくからこう超えれないわ。で、手が入ったら自分の柔軟性だと入んないけど、握って持ってくれば入ったりするんで、うん、そういうこともするかな。もしくはもう、まあ諦めてこう締め、これブリッジできないでしょ。だから締めとかしたら嫌じゃん。ならブリッジとかしてくるかもしれない。あ、申し訳ない。そういう風にしてブリッジ誘って、ブリッジしようとした時ってマウント取りやすいから、そういうことに変えるんじゃないですか。ちょっとやってみて。